c ーートテクノロジーはアメリカ合衆国のハードディスクドライブ製造メーカーである。ウィンチェスター技術の HDD の主要な製造企業であり、独立系の HDD メーカーとしては最古産である。米カリフォルニア州スコッツバレーを長らく拠点としていたが、2011年にクパチーの日本部を移転した。なおスコッツバレー本社の所在地にはディスクドライブという道路が通っている。 登録されているのは、ケイマン諸島だったが、本部移転とともに、アイルランドのダブリンに登録地も移している。シーゲートのハードディスクは、サーバ、デスクトップコンピュータ、ノートパソコンなどから、HDD レコーダー、ゲーム機、デジタルオーディオプレイヤーなどの機器にも使われている。日本法人である、日本シーゲート株式会社は、1985年に、 シーゲートテクノロジージャパン株式会社として設立され、1989年に現在の称号に変更している。シーゲート製 ST-225 ハードディスクドライブ1979年にシュガートアソシエーツ社を設立したアラン・シュガートとフィニス・コナーによってシーゲートテクノロジーは設立された。当初は1973年にシュガート、 テクノロジー社名で設立したが、商標権の侵害警告を受けて、社名を変更した。1980年、最初の製品 ST-506 をリリースし、成功を収める。1980年代には、基本的に ST-506 の設計に基づいた容量拡張版を、次々とリリースしていった。ST-225 と、 st-251 はその中でも成功した製品であるが、これらは磁気ヘッドの移動にステッピングモーターを使用していた。シーゲートはもっと高速なディスクでは、ボイスコイル技術を使用していたため、ステッピングモーターを使用した製品を指して、シーゲートの製品は安いが、品質も悪いと言われた。とは言うものの、シーゲートの製品は、競合他社の製品よりも売れた。結局、 C ーゲートは1990年代初めにステッピングモーターの使用をやめた。1981年 NCR 社と共同でハードディスク専用のインターフェース、サシを企画化。後にこれは現在のスカジー企画へ発展する。1985年フィニスコナーが退社する。1986年にコナペリフェラル社を設立。 ノートパソコンなどに向いた小型ハードディスクを製造していたが、1996年にはシーゲート社と合併している。1989年、CDC 社のハードディスク部門を買収し、ハイエンドのハードディスク市場に参入。これにより、CDC の保有するボイスコイルやディスク製造の特許を獲得し、最初の 5400rpm のドライブをリリース。 1992年、業界初の 7200rpm の製品、バラクーダをリリース。1996年、業界初の1万 rpm の製品チーターをリリース。1997年、業界初の 7200rpm の ATA ドライブメダリストプロをリリース。また、業界初のファイバーチャネル接続のハードディスクをリリース。 1998年には10億個目の磁気ヘッドを製造。創業者アラン・シュガートが引退。1999年、2億5千万個目のハードディスクを出荷。1999年、子会社 c トソフトウェアのネットワークストレージマネジメントグループをベリタスソフトウェアに16億ドル相当の株式で売却。インフォメーションマネジメントグループは残存。 2000年 15000rpm の製品、チーター X15 をリリース。またこの年、シーゲートは200億ドルでシルバーレイクパートナーズを中心とする投資家グループとベリタスに買収される。シーゲートの保有していた1億2800万株のベリタス株等の資産はベリタスが、HDD 事業は投資家グループの設立した新会社が20億ドルで買収し継承した。 2001年、子会社 c ーートソフトウェアが Crystal Decisions に社名変更。後に f o o s ビズニスオブジェクツが買収。さらに、6SAP が買収2005年、ポケットハードドライブをリリース。ハードウェアによるディスク暗号化技術を発表。2006年、垂直直直記,記録方式の3.5インチ HDD を発売。マックストアの買収を。 完了を2009年1月3日以降出荷したバラクーダとモーメントゥースが5年保証から3年保証に変更された。2009年1月17日、一部製品に不具合が見つかったと発表。詳細は後述する。2010年5月24日、ノートパソコン用の第2世代ハイブリッド HDD モーメントゥース XT を発表。 2011年4月19日、サムスン電子は HDD 事業を c トテクノロジーに14億ドルで売却することを発表した。買収は同年12月19日に完了。2012年5月23日、フランスのストレージ機器メーカー、ラシー社の買収を発表。二千九年一月十七日、各国で販売されている同社製 HDD バラクーダ7200.11ダイモンドマックス22バラクーダ ES にシリアル ATA SV35 の一部でファームウェアのバグによりある条件が揃うとデータ読み取りなどのあらゆるアクセスが不可能になる不具合が見つかったと発表。販売店では対象製品の販売が一時ストップされた。ファームウェアのバグによって アクセスが不能になるもののユーザーのデータが消失するわけではないので、この問題に対して c ートは無償のデータ復旧サービスを行った。ありがとうございます。